1月の4日火曜日です、ね、今年もよろしくお願いします。でね、今日は、1月の4日ですけど、まあ、一応私的に仕事は今日から本格的なあのスタートになります。で一応ね、昨日を仕事はしてたんですけど、まあ昼からねちょこっとだけ走って、でも夕方には帰っていたので、まあ朝からね、あの1日っていうのは今日からです。皆さんね、どうかな、1月の4日まだお休みっていう方もおられますね。まあ今日ね夜中からずっと走ってるんですけど、まあ交通量とか見てるとねまだ少ないんで、まあやっぱりお休みの方もまだおられるのかなっていう気はしてるんですけど、皆さんどうでした、お正月ね、あのゆっくりできました。で私は31日の日に、葛城の方にね、あのカウントダウンの方に行ってきました。で1日日が明けて家に帰って、でまあ1日2日はほぼ寝てましたね、うん、もうほぼ寝てた感じかな。で3日の日はまあ午前中ゆっくりして、まあ、昼からちょっとねあの仕事の方に出たっていう形です。まあ、でも本当にねこの三が日はね、まあ、本当にまあずっと家にいたっていうのもありますし、まあ、結構ねゆっくりできたかなっていう感じですね。まあ、特別どっか出かけたとかそういうのはないんですけど、うん、皆さんどうかな。でもね昨日ね昼からねちょこっとその夕方まで走って思ったのが、やっぱり去年よりも今年の方がこう出かけられてる方が多いなっていうイメージを持ちました。結構ね私近場しか走らないんですけど、茨城神社とかあと成田さんのとこもね通ったんですけど、かなりねあの車の列とかできてたりとか、だからやっぱり今年は参拝の方も多いのかなとか思って見てたんですけどね。皆さん初詣行かれました？おみくじどうでしたかね私長いこと引いてないからね、どうなんだろうね、でね、まあ本当に雑談ばっかりなんですけど、で今年はね一応ね、昨日から、その葛城のカウントダウン年越しのナイトミーティングがねあのスタートしています。で一応ね、お知らせっていうほどではないんですけど、まあ今までね去年まで10月、11月、12月と結構時間の長い動画をずっとアップしてきていました。だけどね、今年この1月は今まで通りだから前までの動画みたいな感じでちょっとね短めの動画でやってみようと思っています。でこれはまあちょっとねあの様子を見てまた2月から変えていけたらいいかなって。だから今月1ヶ月間はだいたい3分、4分、5分ぐらいの動画が多いと思います。まあ時間が短いんでね、あの結構見やすいので、まあ、アップされたらねあの見てもらえたら嬉しいです。で去年の暮れかな、あの最後のひょうちゃん日記でも言ってたように、まああまりね私そんなにねこの話す力みたいのはよくないんですけど、まあ、ちょこちょこねこういうひょうちゃん日記もアップしていこうかなと思いますので、まあよかったらねまたそちらの方を見てください。だからねまあそうだな、まあ時間の短めの動画を毎日アップしていく形でいくので、まあね今月も本当にねこのひょうちゃんのトラック Vlog よろしくお願いします。で今年もね本当にねよろしくお願いします。うん、なほんであと何かあるんかな話すこと。あそうだ、一応1年の初めなんで今年の目標、まあ一応ね去年の私の目標は達成されたんですよ。だからね今年の目標なんだろうな、まあ私としたらまあ一応こういう運転手っていう仕事もしてますし、でまあ撮影でねやっぱり車でうろうろしたりするので、まあ今年1年ねそうだな、まあ無事故無違反で無事に終われたらいいかなっていうことかな。それはほんなら目標に行きましょうかね。でまあ本当にね去年1年間本当に1年で、まあ、このひょうちゃんのトラック Vlog
もう本当にね、かなり成長できたと思っています。もう本当に皆さんのおかげだと思っています。で、今年 もうできるだけね、撮影に行ったりとか、そういうこともしようと思ってますので、まあ、今年1年ね、どうぞよろしくお願いします。もう本当にね、みんなに見てもらえるような、どんなのがいいのかなっていろいろ考えたりしてるんですけど、まあ、あれこれね、また考えて撮影に行こうと思っているので、またね、よかったら見てください。それではまあ今日はこんな感じですね。あんまり大したこと本当に喋ってないんですけど、まあ、一応年明け一発目ということでご挨拶です。それでは最後までご視聴ありがとうございました。またよかったらね、見てください。じゃあね、また明日もね、またずっとカウントダウンの特集続いていくので見てくださいね。それではまた会いましょうね。じゃあね、バイバーイ。またね。